もみの木は残った。山本周五郎51、談笑11。一大事だ。ご家老早く。触るな、足に触るな。大月様に早く。散るな、周りを固めろ。くせ者はまだいるかもしれぬぞ。その足に触るな、離せ。恐れながら、しばらくご辛抱のほど。離せ、その手を離せ。ここは危のうございます。黒沢の八までご辛抱のほどを。散るな、皆集まれ。皆集まれ、おそばを離れるな、周りを固めろ。黒沢の八ら、急げ。いつきはまだか。大月はどこだ。ただいま、ただいま。くせ者はまだいるぞ。八までは遠すぎる。ここで医者を待とう。たてへすぐ誰かやれ。親方へはもうただが参りました。医者と人数を呼べ。ご家老です。いつきにございます。いかが遊ばしました。くせ者だ。くせ者に矢を追いかけられたぞ。そのお怪我は。矢を追いかけられた。獅子込の山を降りる途中で、菅の林の中から矢を追いかけたものがあった。紛れはない。姿も見たぞ。権右衛門。は。親方へは人をやりました。離れるな。周りに集まれ。いつき。周りを固めて離れるなと申せ。くそ。その足に触るなと申すに。お怪我は足でございますか。それは、お落馬の時に、このバカ者、落馬ではない、二の矢を避けるために下馬したのだ。矢ではございませんか。矢ではない、矢はかすった。矢は危うく、傘をかすった。二の矢が来ると思ってすぐに下馬したが、その時くじいたのだ。権右衛門、おかもばの小屋へ参ろう。俺はここで医者を待つ。おかもばの小屋がようございます。くせ者はまだいるぞ。これだけおそばにおります。権右衛門、木之助、大倉、肩を貸せ。他の者は周りを固め、離れるな。馬蹄の音がするぞ。あれはなんだ、いつき。馬蹄の音がするぞ。親方からでございましょう。使者が戻りました。よし、クランドはここで待て。人数が来たら、くせ者を探すように申せ。人数は周りに置け。おそばはこれだけで十分です。私の肩におかかりください。クランド、ぬかるなと申せ。くせ者なんかいるものか。し、聞こえるぞ。くせ者なんかいるものか。ただ落馬しただけさ。臆病な殿だ。医者は何と申した。捻挫でございます。くじいただけか。幸い軽い捻挫だと申すことで、もはや親方へご帰還になられても差し支えないと申しました。休んで行こう。まだ痛む。おしとねを当てましょう。この方が楽だ。今お薬湯を温めます。いつき、くせ者が分かったぞ。と仰せられますと。くせ者は分かった。他に俺を狙う者はない。十座だ。十座と申しますと。里見十左衛門だ。はあ。正月に、船岡の原田から告げてきた。十座が面会を強要している。取りのぼせておるようだから、面会するときは注意するように、そう告げてきたはずだ。いかにも。俺が仙台にいるときから、十座は俺をつけ回していた。城中でも、道の途中でも、俺を捕まえようとして絶えずつけ回していた。しかし、この一ノ関まで参るでしょうか。あいつは逆上しておる。仙台の時にそう思った。船岡からもそう告げてきている。あいつは一徹者だから、逆上すると狂人のようになる。俺を置いたのは、十座だ。手配はいたしました。あの知れ者を逃すな。道は塞ぎました。俺は必ず捕らえて参りましょう。足が痛む。薬湯はまだか。ただいま。横になる。手を貸せ。この方が楽だ。いつき。もう一度手配を抜かるなと申してやれ。十座めひっ捕らえたら今度こそ究明してくれる。あの戦場な宙にぶった面の皮を今度こそひんむいてくれるぞ。誰かおるか、いつき。ご家老、殿が召されます。薬刀を差し上げておけ。やがて参る間、しばらくおそばにおれ。ゴンエモン、確かにそうか。間違いございません。くせ者ではないのだな。津賀の林の中には、友の者が10名ほどおりました。その中の誰かのいた矢がそれたものと思われます。よし、それを他言するな。当人の詮議をいたしますか。分かったら他言するなと言え。万一にも漏れたら軽くは済まぬ。少なくとも殿のお耳に聞こえたら重価は免れぬぞ。承知つかまついました。手配りは解いてよし。俺は御前へ戻る。館から腰をよこすようにと申してやれ。まだ見つからぬと、すでに5日にもなるのに、あの矢がまだ見つからぬというのか。では、尽くすだけ尽くしました。探せ、もっと探せ。地域は限られておるし、矢は他国のものだ。矢羽を見れば判別はつく。だが百姓どもには油断するな。承知つかまつりました。百姓どもの中には銃座に加担したものがあるかもしれぬ。油断すると矢を隠されるぞ。承知つかまつりました。俺は津賀の林の中にいるくせ者を確かに見たし、矢は傘をかすめて飛んだ。この耳で矢羽のうなりを確かに聞いたのだ。その矢が見つからぬ道理はない。証拠はその矢だ。見つけるまで捜索しろ。申し上げます。なんだ、仙台より佐々木権右衛門が戻りました。待ちかねた、これへと申せ。権右衛門、ただいま戻りました。守備はどうであった。即答を許す司祭を申せ。里見十左衛門は居宅におりました。十座が仙台にか。はあ、14日前より風邪気味にて居宅にこもっていたと申します。実費を確かめたか。相違ございません。知れ者め、あの知れ者め、さては何者か使ったな。己は仙台にいてこの一ノ関へは何者かをよこしたのだ。ご家老に申し上げます。相原助左衛門殿よりこれを。よし、下がっておれ。助座からなんだ。書状にございます。なんとある。ただいま、船岡殿が涌谷へ立ったとございます。原田が涌谷へ。寺池様のご棍棒にて、地境論の実地を見分するため、2月10日と申しますから、3日前に仙台を出立したということです。寺池へ使者をやれ、見分の模様を知らせるように。それから原田にも書面で、見分が済んだら一ノ関へ立ち寄るようにと申してやれ。かしこまりました。書状はそれだけか。小野の館から奥山出雲が参ったそうです。生死はどうした。ずっと探しているがいまだに発見できぬ。今しばらくのご猶予をと願って参ったとございます。拉致のあかぬ者どもだ。いずれも拉致があかぬ。着物入れることばかりだぞ。下がって寺池へ使者を遣わします。